中井さんの話によると、はい、今日ぐらいのピーチだとここ使って右の端っこに切った時には前使ったって言ってましたね。おお。はい。過去4回チャレンジしてる。3回か4回出てると中井さん思うんですけど、そういうふうに言ってたから、まあ前と後ろピンチによって使い分けるんじゃないですかね。242のパー3。なんかみんなアイアン持ってんだけど。142ヤードアイアン持ってるけどどういうことだろう刻むのかな手前に刻もうかな4番ヤードはい790ですかはいおーいい音手前に乗ったあ、乗ってる乗ってる。ピン横です。3番アイアンで。はい。おお、いい音。グリーン真ん中。はい。音がね。シュパーンっつって。風とか関係なさそうだもんな、うん、さっきちょっと言ったんですけど、はい、書いてこないアイアンで操作性とか言うんですけど、うん、たまに雑誌で操作性って言葉見るんですけど、うんうん、あれ僕ら何だと思えばいいんですかまあ、僕も専門家ではないのであんまり偉そうなこと言うとまたコメント欄が荒れるかもしれないんですけど基本的にやっぱり操作性がいいっていうのは、うん、こう開閉とかがしやすくて。例えば今ドロー彼ら多分打ってったと思うんですけど、はい、ドロー打ちたいとかフェード打ちたいとか例えばちょっと球上げたいとか、はい、低い球を抑えたいとかってやろうとした時に、はい、例えばヘッドがでかくてその重心が低くて芯があんまり広すぎると、はい、どこに当たっても結構まっすぐな球は行くんだけど意図的に曲げるのがちょっと難しくなりがちなんですよ。そうするとアマチュアはやっぱりその方が優しいじゃないですか。だからそういうの方がいいんですけど彼らみたいな上級者とかプロになるとやっぱりちょっと風向きだとかグリーンの状態だとかピンの位置だとかで曲げて攻めたいっていうことになった時にそういう操作性でちょっとヘッドが小さかったりとか重心距離が短かったりとかして意図的にボールをコントロールしやすいクラブ。でこういうのが彼らにとっては優しいクラブなんですね、うん、優しいってなかなかいろんな解釈があって、うん、簡単にボールが上がって曲がらないとか飛ぶとかっていうのを優しいと思う人がいるけども、うん、プロにとってはそれは決して優しくないんですよ。逆に言うと操作できる方が優しいっていう使いやすいっていう意味で優しいっていうことになるんでその辺が操作性なのでじゃあメーカーも大変ですよね優しいって言葉使うときにまあでも一般的に優しいっていうとやっぱりアマチュア向けのボールが飛ぶとか、うん、ボールがやっぱ上がりやすいっていうのと捕まりやすいっていうのは優しいって一番言うといいと思うんですけどね、うん、一般的になかなかそういうマッスルバック的な操作性の高いものを、うん、使いこなせるかっていうとなかなか難しいところで、うん、はい。うん、なんかねいろんな面がこうなってて錯覚起こしちゃうからよくわかんないんですよ。一番鬼畜なのこっちから下りってのがずるくないですか絶対止まんないおー俺ここっすもんねキャリー、あそこに当たったんだ、はい、結構転がったねちょうど下り傾斜なんでここからあれです。スパ。パターはあんま得意じゃない。パターは最近良かったんですけど、今日入ってない。音が。バンカーの先で土手跳ねました。右に行きました。僕 M3 であの音聞いたの初めてです。高かった音が。うわあああ、大丈夫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 、戻った戻った。うん、あの青杭のところ、青杭のぐらい、うん、手前ぐらい。あれダメだ、これクラブ間違えた。6番アイアンしかなくて、うん、ぶつかるね、無理だけど、うん、あっちに立ちます。ね、あと QT でも打たないでしょ。8番とかで打つの？打たないでしょ。なんでヤンキーズ割り始まってんの？ライヤー計算して9番で。9番。うわー。戻って。アイソン。うん。落ちろ。ああ。落ちないね。落ちないね。今わざと上に開けてった。そうです。はい。おお、来た。左に曲げた。かっこつけた。どや。ああ、やっとうまくいった。もう大変。カメラ回ってなくてもだけど下手すぎて、あ、スイング動画撮るときでさえちょっと緊張するっすもんね。鋼のメンタルしてますね、うん、特にゆっこちゃんとか。ゆっこちゃんとじゅんちゃんすごい、あの2人を。だってゴルフやってきたわけじゃないじゃないですか。うわーとか言いながらやるし、好きなんですよね多分本当にゴルフが。あ、そうかもしれないね。うん、だからそういう意味ではゴルフっていいですよね。最初からやってたとか途中から始めたとか関係ないし、好きだったらガチでやれる。これまあ普通に止まるんですよね、下りできて。下りですけど、あっちからあんまり速くないんですよ、下ってる割には。ショートしちゃわないといいんですけど。ちゃんと打った、ちゃんと打った。でもそれでも短いかな、来るか。あ、でも意外と来ないんですよね。バーディー。意外と転がんないでしょ。転がんなかった。ここ多分ね、目が真っすぐこうなんで、この斜面意外とね、行きそうで転がんない。逆にこっちからが早いの。どっちか。あっちの町に向かって目なんだって。そう、だから、この斜面がだいたいショートするんですよ。もう9ホールなんですけど。あや。そうなんですよ。ショートさんどうでした、この若者は。やっぱ久しぶりに僕と同じぐらいの飛ぶ選手を見ましたね。嬉しいですね。カン君とはどんなですか？いや、でもカンは俺より飛ぶね。名言多々ありますね。招待迎えのローランド。え、マジそうですよね。俺が立てばそこにフォローが来ますから。カル君どうでした、翔太さんは？安定してますね、すべてが。僕がやりたいゴルフしてます。すごく理想みたいなゴルフしてます。あ、そう。はい。ごませてますね。いや僕これ出るからこっち逃げたいんですよ。こっち逃げらんないんですよ。ああね、うまくね。そう、うまく逃げるじゃないですか。で、あって言っても右にうまく逃げてるじゃないですか。僕あって言ったら確実にピュッて左行くんで、あなんでそういう面ではすごく本当羨ましいですね。後半はショータイムゴルフで上がるんですよ。前半だけのスキンゴルフ。あ、そうなんです。そう、だからそれを盗んでください。はい。あ、すげえ。あの球を打ちたいんでしょ。打ちたい。うん。おお、いったいった。多分この辺だと思う。この辺です。120ヤード。はい。52度で。高さ出さないといけないですね。右に行っちゃった。上げすぎちゃった。限界です。はい。112ですね。はい。ディボットなんで。ディボット。あ、本当だ。うん。50度で押さえて。うん。あ、どうだ。だいぶ勢いありましたね、球。ね、ちょっと抑えてなかった。ショットしちゃいました。ドンって。いい音するな。雲めっちゃ綺麗。おお。結構迫力あるな。だいぶ。うん。おお、行けよ行けよ行けよ。ないんだね。うん。来るのこれ。おお、すげえ。ああ、めっちゃ転がる。早いな。おー、ナイスパー。ナイス。ナイスパー。嬉しい。いいぞ。切れた。ショータイムでは食レポしたことありますか？いや、サブチャンで一回やったことありますけど。あ、これゼリーですかね。パスタゼリーですね。パスタゼリー。パスタゼリー新しいですね。ちょっと食ってみますね。はい。うん、やっぱりパスタとゼリーは一緒に食べるとゼリーが消えてゼリーの味を全くパスタが消してますね。何味ですか？クリーム明太パスタみたいな、うん、クリームが効いてて、まあ、あと明太の辛みと冷静なので涼しげに夏にはぴったりです。ありがとうございます。明太冷製パスタですか。早速いただいてみたいと思います。すごくこのクリーミーな感じに対して明太子の辛みが効いていて、後味もすっきりしていて、夏にぴったりの暑い時にぴったりして美味しいパスタになっております。かぶせただけじゃん。ぜひ皆さん食べに来てください。これ初めて食べるんですけど、はい、なんだろう、しらすとネギトロ丼だっけ、なんかそんなやつです。はい、ネギトロ丼です。今日ちょっとね、もう暑いから食欲ないから、はい、これぐらいでいいかなと思って。若者はみんな大盛りしてますけど、はい、おっちゃんは小盛りで、はい、ちょっと醤油かけましょうか。こうワンテンポ作るのが上手だよね。醤油かけるっていう。ね、お花とかいらないんですけど、結構辛口。どうせ食べないから。いただきます。あ、美味しい。でも海なし県ですけど、栃木県。海なし県でこういうもの食べるって間違ってるかなと思うんだけど、意外としらすとかうまいです。大盛りにした方がお腹減ってってくるかもしれない。小盛りというか、まあ普通ちょっと少ないですよ。まあ女子か。女子大生とかはこれぐらいがちょうどいい。結構美味しいです。おすすめです。はい。まあ前半終わってご飯を食べたんですけども、まあリンゴルフの方では半分終わりました。で、ここから先はショータイムゴルフと撮影になりますけども、まあ一応ここまでの感想を、前半の好評を。うまいです。飛ぶしね、何べんも言ってますけど、やっぱあれだけ飛ぶと僕らとはもう。打つとか違うし、2打目とかね、だからやっぱりで曲がんないってやっぱりね、意外とちょっと曲がってたかもしれないですけど、あれだけ飛ぶと楽しいだろうなと思いながら僕は見てました。はい、野村さんも YouTube やってますし、あと僕はでもそんな大してやってないですけど、生放送がメインなんで。LINE、はい、のなんかゴルフバカの部屋っていう、ゴルフバカの部屋というオープンチャットっていうのが今度できまして。うん、まあやってるんですけど、まあ別に僕が作ったっていうだけで、僕がまあちょっと管理人みたいなのやってるだけで、みんなが勝手にやってるだけなんですけど、今350人ぐらいかな、うん、まああんまりこれからまた検索が今できないみたいなんですよ。じゃあ野村さんのブログからそう行けば多分で、承認制なんで来たら僕が承認します1個ずつ、まあ、もしよかったら、結構マニアックな人多いんで。じゃあ後半はしょうちゃんのゴルフで見てください。お願いします。よろしくお願いします。リンリンそんなことないか。合わせなきゃダメなのかと。